全くわからない。えね、ドラえもんのさ、あのなんかチームみたいなやつ、チームっていうかあの、はい、入ってるやつってさ、あれ自分でここに入りたいと思って入るの、それともなんか運営っていうかなんか機械で自動的にそうなるの、どうなんだろう、そこそれ知りたい。まず私は何を好きなメンバー選んで入る。なるほど。ギルドマスターの承認がないと入れない。あ、そうなの？それどうやってさ。もう私もうめちゃめちゃあれ怒られてるからさ、チャットでもうね泣きそうになった見て。どうしたらいい、まず何したらいいの、その入るやつ、入るとかっていうのはさ、どうやってそのギルドに入る人をさ、私が何だからその入る人をさ仲間に入れるのはどうやったらいいの、入りたいって言ってる人いるのかな、ギルド加入申請、え、承認、承認した、ギルドに勝手に入れちゃったけどいいの？今ギルドに入る、これ私ね、まず何したらいい？何したらいいの？ここからここホームじゃん、何したらいいの？私はからする、え、まず何からしたら、装備、装備にしよう、装備にしよう、まずまず一つ一つも消化していこう。もう私本当にね、でもねみんなに嫌な気持ちしたのは私ですし、装備、装備から装備を教えてください、どうやって、どこに、どうやって装備、どこで、あ、装備、これか、これこういう画面で合ってる、これでどうするの、装備変更、何も持ってないんだけど、装備変更でいいのかな、装備変更でいいのかな、え、本当に分かんない、マネージャーに聞いた方がいい、マネージャーさんに聞いても分かんなくてファンの人に聞こうと思いました。そう、なんかさ、もうでメンバーにも聞いたんですよ、でそしたらまずこのギルドバトルに参加しますね、10時5分のやつ、今日 TikTok ライブする、なんか TikTok ライブねしてる時間ないかもしんない、私本当にこれあの怒られてるからさ、チャットで、だからいやちゃんとやんないといけない、どうやって装備変更ってするんだろう、そうでもね私がいけないんだよね、普通に怒らしたのは私です、エアチケでポイント変換してガチャ、エアチケショップ、あ、ガチャ、ガチャ、どれ引けばいい、なんかいっぱいあるんだけど、
なんかいっぱいあるガチャガチャ。無料でガチャルだって、イエーイ。無料でガチャ、すごい、なんかガチャガチャした。超激レアだって。すご、超激レアだって。すご、ニューって書いてる。あと1回無料やんない？ギルドメニューから見てください。だってギルドメニューね、ギルドこんな感じ。あ、ギルドバトル装備これか、これかな。ギルドバトル装備これかな、ギルドバトル装備ってやつこれかな。すごいいっぱいある。むずいね。これの後どうしたらいいのかな。装備ってどうやって装備変えるの？むずいね。初心者にもおすすめだって。え、なんかいっぱいあるんだけど。はっきり言うとメンバーの強さあんまり関係ない。そうなの。でも結構ね、他のメンバーも言ってた、なんかとりあえずギルドに参加してるってみんなっていうか私の聞いたメンバー、とりあえずギルドに参加すればいいんだよ、決まった時間にねって言ってたから、参加すればいい。どうしたらいい？え、待って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 、私はこの装備は何にしたらいいんだろう。あの多分そのみんながやりやすいやつの方がいいじゃん。どれがいいかな。どれが分かんない、どれにしていいか分かんない。誰か教えてください。いや、私守る守備の方がいいのかな。え、特に私はこの装備は何もしなくていいのかな。装備なんかした方がいい？装備を別に何もしないでこの次の10時5分からのバトルに出ていいんだったら全然するよ。すごい、気をつけレイって言ってる。え、すごい。え、かわいい。え、これ真ん中私？こんな可愛くないから違うよね私。絶対違う。え、かわいい。これ
すごいこの人にスタンプ送ってみた。かわいいもの。すごいなんかいっぱいいる人。すごい奥とかの人いる。これどうやるんだ。私何すればいいんだろう。待って、装備とか。ちょっとギュッとチャットに書き込みました。結構むずいのかな、ドライブを教えるっていうのは。ドライブを教えるっていうのは結構むずいですかね。装備変更で好き、え、装備変更好きなのでいいの？ありがとう教えてくれて。え、こういうのでいいってこと？服着替えればいいの？装備中ってなってる。装備中。これでいいかな。これでいい？え、服なんか買った方がいいかな。見た目装備有効か。え、すごい、なんか下着姿になっちゃったんだけど。これでいい？装備はガチャで出た装備。装備はガチャで出た。じゃあガチャガチャ引けばいいの？装備。あ、見た目は特に関係ないのか。うほうほうさん、ありがとうございます。もう一個のタブの方。え、もう一個のタブ装備変更。あ、こっち、この下着姿、この下着。今ならガチャは竜の印。あ、これするわ。ガチャガチャも引けないんだけど。え？どういうことだ。なんかリュウの印。
やばいやばいやばい、課金しちゃう課金しちゃう。待って、もうお金ない、お金ない、お金ない、お金なくてできない。つい泣きそう、わかんなくて。私今で 何が得たの、私今何得たの、今のガチャで私何が得たの。ファンからチアレターで弾ける、え、ファンからチアレターで弾ける、どこだ、ガチャミッション、チアレターで弾ける、ガチャどこだ、チケットガチャ、ん、チアレターで弾けるガチャってどこだ、それメンバーにしかないってことだよね、え、どこ、チアレターで弾くガチャってどこだ、あれ、お知らせ、最新のお知らせ、お知らせから最新のお知らせ、お知らせ、お知らせに入ったのよ、で最新のお知らせが、AKB のバナーから、あ、 AKB のバナーからチアレターある、やばい、チアレターある、AKB バナーありました、入りました、すごい、でガチャどれ、なんかいっぱいあるんだけど、なんかいっぱいある、間違った間違った、また最初から、待って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 、メニュー、お知らせで AKB のバナーに行って、AKB のところに行って、アイドル限定交換所、交換所へ、交換所行った、これこんな感じ、交換所に行って、なんかいっぱいある、アイドル専用50億ガチャチケットとかある、あ、今日は50億ガチャチケットね、交換した、1億ガチャもあります、1億ガチャも、いけてるかな、50億ガチャまだできるよ、50億ガチャもう一個買う、
50億ガチャ2枚いる？ 1 枚でいい？とりあえず装備のところに行くね。次装備でいいの？装備変更。服着たい、服着たい。服ってどうやって、50億ガチャを100回ぐらい引きたい。あ、じゃあさっきのやつ全部交換するね。アイドル限定。じゃあ50億のめっちゃ買う？50億のやつめっちゃ買った方がいいかな。ポイントあるなら10枚。50億のやつ、あと所持7014ポイントだからめちゃめちゃ買える。他は50億ガチャ、30億、10億、1億、ゴールドかける100万枚、ハンターメダル1万枚、プレミアムメダル2000枚、ドラゴンプラントかける10、ドラゴンシードかける10、ギルドコイン50万ポイントコインか。不審のアンク、外資のアンク、銃撃のアンクとか、いろいろ進撃のアンク、突撃のアンクとかいっぱいあります。最強の薬瓶とか、ジュエルホルダー、極星のジュエル、プレミアムサロンチケット、プレミアムサロンチケット欲しい。とりあえず30枚。待って、間違えた。50億のを、50億のを、50億のを30枚やればいい。ジュエルは必要。なるほど、どうしよう。じゃあ50億とりあえず24個、あとジュエル50億を24枚だから今28枚ぐらい買いました。ジュエルもいる？じゃあジュエルどこやったっけ。ジュエルホルダーってやつかな。ジュエルホルダー、腕輪があれば。腕輪はね、書いてないね、ここに。ジュエル、極星のジュエル、それともジュエルホルダーとかあります。ジュエルホルダーか極星のジュエル、どっちだろう。普通のノーマルジュエルってこと。ジュエルホルダーか極星。あと5844ポイントあります。あ、所持5844ポイントホルダーの方、ホルダーの方、じゃあ1個買います。ホルダー買った。じゃあとりあえずこれで装備に行けばいいの。装備変更できないの。服まず着させた方がよくない。髪の毛はロングが、あ、ポニーテールある。ツインあるじゃん。ツインにした。ジュエルホルダーやった。あ、とりあえず着替え終わります。ガチャのどれ、ごめん、めちゃめちゃ自由すぎた、教えてもらってたのに。ガチャはどれをする。なんかいっぱいある。なんか竜とか、どれだ。あ、エッグの日とか。50億
え、50億はどれだ。なんかいっぱいあるんだよね。50億どれだっけ。え、この龍のやつ。あ、龍ね。11回ガチャル。最低10回は50億。了解、またやります。え、この竜の印とかはしなくていいの？なんかおすすめされるんだけど。これはいい？これやんない？これやる？これやんない？30分限定って書いてるけど、やんなくていいかな。あ、これ早速ガチャリに行くの？これこれ。じゃあ早速ガチャリに行きます。これ今言われたの引いてる。このアイドル専用50億で、この50億のめっちゃ引くね。あと、え、何回引くのこれ。今またやった。何回ぐらい引けばいいかな。え、まだ引く？え、これやるの？早速ガチャリに行くでいいのこれ。弾けるだけ？え、もう弾けないですよって言われる？勝手に。いつ弾けなくなるんだろう。竜の印かゆい。今何回引いたっけ。何回引いたっけ私。これ一生引けちゃうじゃん。10回まとめていける。どうやって。これどうやって。3回、33連にしてみた。あ、11回ってのが1回。あ、なるほどね。じゃあ33回は3回分ってことか。これ私何回弾けんだろう。66連もできたよ今。だから6回分もできたってことか。なるほど。今23回引きました。23回。ここに竜の導きチケット23枚って書いてある。23回引いた。23回引きました。23回引いた。引いてみた。どうかな。これでどうする。
ミッションのプレゼントもらってきて。ミッション？どこだ？あ、ミッションあった。一括受け取り。エスベルとホルス、ニャンマウと交換？交換？今なんか受け取りました。ガチャから期間限定からセレクトくじ、セレクトくじ、セレクト、え、コラボアバターガチャってやつ？コラボアバターガチャ？どれだ？セレクトくじ？セレクトくじ？あ、これ？セレクトくじ、これ、これかな。これガチャある。何個できる？3回やる。 3連にしてみた。見て、もう一度ガチャある。何回？13回。回せるだけ回す。あ、もう終わった。ガチャ引けないってなった。マイページ戻りましたね。裸なの嫌なんだけど。裸嫌だ。服着ないの？これ、服着せるお金もないのかな私。ね、上手な方が教えてくれて嬉しいです。あ、お知らせ、個人チャットか。ゴールド出たらって、え、どうやってそれわかるの？コラボアバターガチャ回せない？コラボアバターガチャ、あ、回せる。これ誰が出んの？あ、吉川さんだ。え、これ自分の出ないの？超激レア。え、めぐみんさん出た。みんなの、え、すごい。え、れいちゃん出る？これ、あ、自分出てほしい。はるぴょんさんだ。え、これ出んの私？絶対出ないんだけど。え、これ回せるだけ回していいの？あやみんさん、出るかな。岡田里奈さん、いや私出なかった。え、もうできない。
なんかお金が足りないって言われた。お金足りない。お金もはお金足りなかった。私裸のままでいいのかな。裸のままでいい？なんかできること終わった。私もできること終わったかな。モンスター編成すごっ。セレクトくじのくじの交換所、交換所とかの交換所で全部と交換してくすごい、めっちゃなんか卵増える、卵増える。もう22億になった。イエーイ。チアレター、交換所。あ、まだガチャガチャする？まだガチャガチャしますか？ジェムでアバターガチャはしないでね。あ、そうなの？あ、じゃあガチャガチャします。ガチャガチャ、ガチャガチャじゃないや、50億のやつ買うよ。とりあえず14個、とりあえず14、50億ガチャガチャチケットを14枚買いました。とりあえずデッキを作ろう。了解です。デッキ、どうやってデッキするんだ。モンスター編成、モンスター編成。こんなとこに来ました。かよ、これでなんかできることある？かい？10時5分からか。22時。何かできること。デッキのやつはどうしたらいいんだ。先にガチャ、おまかせ編成、おまかせ編成した。こんな感じ。装備ボックスのにゃんまん、
クロノスがいるよ。ゼノス。怖っ、これエスペルト、エスペルト、エスペルト、ホルス、エスペルト、ホルス、ガチャ引く？ガチャ引いてる今、あのなんか11連の。なんかめっちゃ怖いんですけど、ホームが怖っ、めっちゃ後ろにいるんですけど、怖っ、びっくりした怖っ。 ティアマト、ティアマトいるよ。ティアマトいらない？ティアマト、ゼノス、ティアマト、ゼノス、エスペルト、ホルス、グラディウ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 ス、イケメン。どう？グラディウスちゃん。これでいい？エスペルトとホルス以外いらない。かわいそすぎる。セイレーン、歌姫。待って、エスペルトとホルス以外いらない？グラディウスはいたでしょ？グラディウスはいるじゃん、絶対。分からんけど。このなんかクジラちゃんさんが書いてるやつ。トライコーン。どれ？どれだ？クロノス、いらんの？オメガ、いらんな。ラセツ、いらん。ロスト、レアドデソート、ミシカルドラゴンとかあるよ。上から順？ディザスター、テンミリオン、ミシカルドラゴン、ドラゴニック、あと、なんとか召集ドラゴン。星の強さレベルが分かるようになったらいいよ、だって。ミシカルドラゴン。オルバ、ラグナ、何がいる？
お任せでやられたやつでいいのかな。お任せでやられたやつにします。え、これどうやってさ、むずそう。エスペルト、ホルス、エスペルト、ホルス、グラディウスいる？グラディウス、グラディウスいる、グラディウス、ホル、エスペルトとホルス、グラディウス、ニャンマオ、ニャンマオ、エスペルトもいたでしょ？ニャンマオ、あ、これホルス、ホルス、ティアマト、ティアマトいらないんだね。ティアマトじゃ外します。ティアマトで、でエスペルトを入れるのね。エス、エスペルト、オッケー、できた。え、テンミリオンは一体のみ、なるほど。これが一番最強らしい。できた。こんな感じ。これで10時になったらここをタッチして、タッチすればいいの。なるほどね。え、ここタッチしたらさ、ここタッチしたらここになったんだけどさ、ここタッチしたらさ、ここで、いや、なんかできるかな、できるかな、持たんの。できますかね。とりあえず、とりあえずここに来ればいい。これでいい感じかな。ありがとう、みんな教えてくれて、わかりやすく。ハンター協会？どこそれ？すーげー強そう、私。ハンター協会ってどこだ？ハンター酒場ならあるよ。滞在解放って何？そんなんできんの？ゼノスいらない？ゼノス、どれだ？この絵文字じゃわかんない。ゼノス、ああ、この赤いやついらないの。この赤いやつは、じゃあ赤いやつ外します。赤いやつ外して、ミシカルドラゴン、ロスト、ロストにします。ニャンマオ、ニャンマオ、オルバ、ロスト、オメガ、ラグナ、何、なんだっけ、さっき書いてくれてたよね。ホルス、ロストじゃない。え、どれだ、オルバ、オルバ、オメガ、え、私持ってないんだけど。
ラグナ、え、どれ入れればいいの。パンダみたいな女の子、パンダみたいな女の子、アカネ、アカネ、パンダみたいな女の子、え、ジェミ&ユニ、え、にゃんまおいない、もうにゃんまおいない、わかんないよ、うるさい、にゃんまおいないんだけど、待って、にゃんまおいない、にゃんまおいない、にゃんまおにゃんまお出てきてよえ、待って、にゃんまおいないんだけど、ねえ、にゃんまおマジでどこもわかんないよ、ねえ、にゃんまおない、いないよ、にゃんまおえ、どこ、にゃんまおー交換できる、どこでホルスいます、ホルスいます、ロスト、ホルスいません、ホルスどこ、竜の印もとりあえずガチャ行きます、交換、竜の印の交換ってどこ、これホルス、私いんの、なんでしてにゃんまおー、にゃんまおー、にゃんまおだ、これこれすげえ、これどうやってもらうの、どうやってにゃんまおもらうの、にゃんまお欲しいのに、にゃんまおどこ、ホルスいたよ、さっきホルスじゃなく、え、ホルスいるんだけど、これ交換するにん、いや、ガチャガチャ引いちゃったけど、にゃんまーどうやって出んの、にゃんまー出たわ、これにゃんまー出てんのかな、これにゃんまー、にゃんまーどれ、これあかねしかいない、私の家には、え、私どうしたらいいの、んで、え、一旦どうしたらいいのかな、むずすぎえ、すごいね、これ、これは説明聞いてもわからんわ、滞在解放、どこどこ滞在解放、どうするの、
滞在解放、モンスター滞在解放します。アカネしかいないんだけど、パンダいないよ。みんなセイレーン、え、いないんだけど、んー、どこ、滞在解放したよ。ほら、誰だ。いっぱい人いる。ティアマト、これ全部滞在解放するの？どうやって解放、解放、解放、え、え、どうしたらいいかな。やば、頭痛くなってきた。一旦滞在解放して、滞在解放ってこれでいいの？私ここの画面にいたら滞在解放なるのかな。え、待って、待って、涙出てきた、むずすぎて分かんないよ、もうどうしよう、むずいこのゲーム。むずすぎる、もうゲーム分かんない。
全然わかんないの、むずいし。やだ。それをこれ拭いてんの靴下だし。むずすぎるこれ。マジゲームわかんないとかさ、本当にやばいんですけど私。なんでゲームもわかんないの？じゃあだからなんで泣いてるかっていうと、ゲームがわかんなすぎて泣いてるの今。もうエール返すことしかさ私できないのよ。もうゲームむずっ。てかさ、もっとさちゃんとなんか講習会みたいなの開いてほしいメンバーに。じゃあなんか説明みたいの一回あったんですよ、なんかあったんですけど、なんか全然わかんない。なんかプレゼンテーションみたいな感じで、なんかあのなんかこういう風にしてくださいみたいなのトン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 って説明されて、そんなんさゲームもそこ開いてないでわかんないじゃないですか。でさ、みんないるしさ、もうなんか質問とかの問題じゃない、もう質問とかじゃなくて、なんかあのなんか説明とかじゃない、もうなんか言うみたいな、なんか例えばじゃあギルド編成はこうして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 みたいな感じでさ、そう15分ぐらいでね、30分か15分かぐらいで、そうでそう、はい、やってくださいとはです、もう何からしていいかわかんないじゃん。それもさゲーマーじゃないからさ、ゲームだけずっとできないじゃんね。むずすぎ。これで私これ以上なんかできることありますか？もうこれでいいかな私も。頭痛い。今来たけど状況が理解できない。いやそうだよね、違う、なんか
今 AKB48 でなんかコラボみたいのしてるんですよ。なんかドライグっていうね。でそのゲームを今みんなに教えてもらってたんですけど、難しすぎて分かんなくて泣いてます。私分かんなかったら泣いちゃうんですよ。なんか勉強とか分かんないと分かんない自分にイライラして泣いちゃうんですよ。なんかそう数学とかで分かんない勉強とかで泣いちゃうんですね。今です。それもうゲームで泣くとか本当に最悪なんですけど、これでいいかな。私これでいいですかこれでいいですか。私もだからこの赤いやつが邪魔なんだけど、この赤いやつがいなくなんないの。もうズーズーしい、この赤いやつ。もうさあ、この赤いやつどっか行ってよ。なんでいんの、邪魔なんだけど。え、そういうことでしょ。この赤いやつが邪魔なんでしょ。本当にやだ。この赤いやつ消す？ロストっていうやつにするね、もう。決定。もうこれでいいかな。で、もうこんぐらいできること。いや、頭めっちゃ痛くなってきた。泣いたから痛い。やばい、頭めっちゃ頭痛い。最悪、頭痛い。めっちゃ頭痛い。もう本当にこりごりゲームには、私本当にゲームさしないのよ。これでいい？赤いやついなくなったからすごい見やすい画面。これでいい？あ、で私ギルドに入ればいいんだよね。これ頭めっちゃ痛い。もう最悪、目も腫れたしさ、 TikTok ライブできないじゃん。もう本当に嫌だ。もういいよいいよ。これタップしてこういう画面いくじゃん。こういう画面になったらいいの？こういう画面になったらいいの？時間になったらここ行けばいいのね。了解。飲みたくない、ヤクルト戦。ほんとね、これでいい。ここに行けばいいの。このゲームさ、むずくない？私がバカだからさ、本当に私ゲーム向いてない。太鼓の達人しかできないよ。私叩くことしかできないです。私基本こうで、塾とかでもめっちゃ泣いてた。できない問題あったらもう難しいっつって泣いてた。じゃあとりあえず10時5分にここに行けばいいのね。了解。難しい、頭痛すぎる。もう TikTok ライブできない、こんな顔じゃ。難しいゲームじゃない、課金ゲーム。さあ、なんかさ、課金させるのさ好きだよね。なんかファンの人にさ、ダメだよね、課金ばっかりさせてね。
簡単なゲームがしたい。私も太鼓の達人叩くだけとかにしたい。みんなありがとう、本当に。じゃあとりあえず10時に行きますね。じゃあ22時に行きます。いや待って、ギルドチャットに書くわ。22時に行けばいいですかってあーもう頭めっちゃ痛いし、もうえっと22時5分に行けばいいですか。行けばいいですかで、どこにってなるか。ギルドバトル、あーこのゲーム課金えぐいよ。だってもうさ、しなくていいよみんな、もう本当に。だってさ課金してこれはあれだよね、テレビ CM じゃん。もう私もうゲームのこと理解しない時点終わりじゃん。もっとさ優しいゲーム、まあでもみんなで楽しんでやる、だから楽しむ範囲ではみんなもあの課金してね。そんなもうガチになって私みたいに悔しいと思ってめっちゃ課金とかしなくていいから。じゃあランキングいきます。もうショールーム、あでも TikTok ライブする私、もう悔しすぎる。13位 YSA さんありがとうございます。12位ベベモンさんありがとうございます。待って、めっちゃ顔ブスなんだけど、本当にこのゲームのせいでめっちゃ顔ブスになったもん。いやこのゲームのことでディスってね、私がこのゲームを理解できないのがめちゃめちゃ。11位マックスさんありがとうございます。10位ホーホーさんありがとうございます。9位タンニさんありがとうございます。8位ドサンコドントンさんありがとうございます。7位はヨシオンさんありがとうございます。6位はセッキーさんありがとうございます。5位は天使閣さんありがとうございます。4位仕事してますオタッチさんありがとうございます。3位は千葉さんありがとうございます。2位ライムさんありがとうございます。1位はブケリアンさんです。ありがとうございます。あーありがとうございます。じゃあ皆さん本当にありがとうございます。じゃあ私は22時5分からギルドバトルをします。あの私のギルドに入ってくれてる方よろしくお願いします。もうなんか何こいつしとんねんみたいな感じで、多分突っ立ってるんだ、突っ立ってると思うんですけど、22時5分からね。まあなんかビシバシ言ってもらえば嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。じゃあまたお会いしましょう。あ TikTok ライブ今からします、このぶっすいな顔で。じゃあありがとうございます。 TikTok はちゃまって調べたらライブしてます。今からします。バイバーイ、ありがとう。いやみんな本当に教えてくれてありがとうございます。私頭が固くて、よく塾の先生とかにも教えても教えても分かんないバカだから、あの呆れられてる子だったんですね。でもみんな私のことを見捨てないで最後までは教えてくれて本当にありがとうございました。もうありがとうみんな、ありがとうみんな。バイバーイ。Baby.